最愛の姉を皇帝に奪い去られた少年は、親友と共に固く復讐を誓い立ち上がった。遥か遠い未来、宇宙に進出した人類は果てしない戦争を繰り広げていた。ラインハルトは武勲を重ね、英雄への階段を駆け上がる。もうすぐだ、もうすぐ宇宙は俺たちのものになる。二十歳の元帥か。まるで子供じゃないか。実力なき者は滅びるしかないのだ。私にできることは新たな覇者の登場に協力をすること。老いぼれどもが青くなっているだろう。ハントどもの反抗の意志を完全に打ち砕く。同じ時代に現れた同盟の知将ヤウ・ウェンリ、二人の出会いが銀河の運命を大きく変える。我が部隊は現在のところ負けているが、要は最後の瞬間に勝っていればいいのだ。全艦隊全速前進、逆進する敵の背後に食いつけ。提督来ます。反乱軍の身の程知らずども生かして返す。時折怖くなる時があるのです。あなたがここにいるように敵にも秀でた誰かがいたらと。宇宙を手に入れてからお迎えに上がります。まったく見事だ、ローエングラム校ラインハルト。沈めよ。閣下は古い価値観を滅ぼし、新たな時代を築いていかれることと存じます。キルヒアイス、この戦は勝つ。俺には勝利が見えている。ファイエ銀河英雄伝説ディ・ノイエテーゼ、 NHK E テレにて4月6日月曜放送開始。